鬼鬼。よし、これで浮かれてんな。皆さんこんにちは。ただいまのエラトーン時刻は2024年2月2日金曜日の午後5時7分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに、お、久々宿泊のお客様が来られています。遊びに来られたお客様にアイラトーンの魅力がしっかり伝わると良いですね。それでは本日も楽しい一日になりますように。はぁ、ボサボサ頭が。整えて整えて、カメラの前よ。ちょっといつまでハロウィンしようやねん。浮かれすぎやって。ちょ、せめて帽子外そう。よし、ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。いや、ちょっとね、あまりにちょっとこのあつ森の撮影の頻度がねだいぶ落ちてるんで、ちょっとリアルタイムにね戻したんだけど、ゴキブリとか発生してそう。あゆね、久しぶり。またエナ島に帰ってきたんだね。あんたがいなくなってから島の連中が顔合わせや話に上がるのはあんたのことばっかさ。みんなにはもう声をかけたかい？バナナ行っておいで。きっとあいつらも喜ぶよ。へへ、まあとにかくお帰り。はいな、だってね。ありがとう、ハンナちゃん。かわいいね、相変わらず。あ、そうよ。え、新しく来てから話しました？あ、アユナ、アユナじゃないか。あんた3ヶ月もどこ行ってたんだい？とにかくあんたの元気な顔を見られてよかったよ。あんまり心配させないでおくれ。で、帰ってきたってことはまたしばらくこの島で暮らすんだろう。なら改めてよろしくね。すん、すんとされた。うちとまだ喋りたいってか。すん、だってまだあんまりねお話ししてないんで、世間話でも。外で椅子を見つけるとさ、こっからの景色を見てほしくて誰かが置いたのかななんて考えちまうね。あんたも後で座ってみなよな。すん、常夏にいるかのような格好だけど。おお、何見てんの。あゆなさん、いいところに。実はちょっとご報告があるの。え、なになに。やめてよ、出ていかないで。シャンティ、違う違う。あ、さっきのじっと何かを眺めよるわけじゃなくて考え事しよるポーズやった。なんかモヤモヤが見えんかったけんさ。そろそろ外の世界を見たくなっちゃって。なんていうのかしら、常に自分をアップデートしていきたいのよ。だってば、なんでスーツ着てんの。なんか就活でもしてる。いっちゃやだ。の島の外で就活とかしてた。あなた、私にこの島にいてほしいの。うん、私自分のことばっかりで大事な人たちのこと全然考えてなかったみたい。分かったわ、引っ越しの話はこれで終わり。私はこれからもこの島の住民よ。だってば。よかったよかった。なんかめっちゃスーツ着てるよね。やっぱ都会に憧れて出ていこうとしたんだね。あれ、この時期も蝶々とか飛びよったっけ。そう、キャンプサイトにお客様が来とるって言ったよね。誰だ誰だ。あ、でもこれで見てさ、シャンティ引き止めたこと後悔したりとかせんよね。誰だろう。あ、かわいい。ポンチョ。お、お前この島のやつか。はじめまして、おいらポンチョって言うんだ。今日はこの島にキャンプにやってきたんだ。へへ、堪能させてもらってるぞ。短い間だけどよろしくな、モン。前髪の感じがかわいい。テントってさ、居心地はいまいちっぽく見えるけど、この狭い空間がいいんだよな。まあなんか日常、非日常って感じすごいいいよね。まあオイラは基本腕立てと腹筋ができるスペースさえあればどこでもやっていけるけどな、モン。キャンプらしいことしなよ。でも私もキャンプってさ、本当に、え、キャンプって中学生ぐらいが最後じゃないか。あの、なんかあるやん、野外活動みたいな、あれが最後な気がする。キャンプみたいなストイックな環境で自分の限界に挑みたいんだ。あえて不便な生活すると普段使わない筋肉も使えそうだろ、モン。キャンプ、あ、でもキャンプって言えるのはあれか、小学生か。
なんか小学校の4、5年生ぐらい、5年生か4年生か4年生ぐらいかな。で、なんか行くんよ、野外活動ので。で、行ってキャンプファイヤーしたりね。中学校のやつはあれか、キャンプファイヤーとかなんかそういう、そういう感じのはなかった気がするな。なんかやたら多いな、会が。現実ってこの時期になったらもう虫とか飛びおらん気がするけど、あつ森ではめっちゃ飛んでんな。アイナさん、どうも久しぶりです。ずっとお留守にされてたんですか？お家に伺っても返事がなかったので。ごめんね、でもいてもイルス使ってる時あるんだ。あ、ひょっとしてどこかに旅をされていたとか。そして何か事件が起こったり。え、大丈夫、ちょっとミステリー小説とか読みすぎじゃない？すみません、昨日読んでいた小説の影響で。お恥ずかしいですよ。やっぱ小説の影響。え、でもミステリー面白いもんね。私にご用ですか？よ、話しに来たよ。ビーチタオルがこんなところにあるのってちょっと不思議ですけど。ビーチにビーチタオルがあるのは不思議ではないよ、別に。お散歩の途中で眠たくなってもすぐにベッドに入れていいですね、よ。そういう、あ、そういうがっつり寝るために使う感じ。そういえば見てなかったな。あ、料理？レシピじゃないこれ。よその島の誰かさんへ。僕が考えた美味しいレシピ。これだったらお料理番組で紹介できちゃうかも。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。美味しさは僕のお墨付きだからね。料理人のビネガーより。お、しかもビネガーやしね。お酢。え、うさぎよね、ビネガーって。野菜のキッシュ。ビネガーかわいいよね。野菜のキッシュのレシピを覚えた。野菜のキッシュ。こんな感じの野菜のキッシュ。思うんやけどさ、キッシュって何？あれ？ハンナちゃん。移動すんのめっちゃ早くね？え、さっき、そこにおったよね。気のせいかな。ふんころがし。なんか捕まえたいよね。見かけたら、今のはあれか？雪玉が岩にぶつかってびっくりしておらんくなったってこと？ちょっとやめてよ。まさに今から私が捕まえようかという時に。なんてタイミングだよ。あ、やっほー。あー、イナくん。今までどこにいたの？長いこと会ってない気がするけど。君と食べようと思って残しておいたおやつ、もう待ちきれなくて食べちゃった。まあまあまあ、それは食べといてくれ。だってさっきの話では3ヶ月ほど会いとったんやろ。また用意しておくから今度は一緒に食べようね、弟子。3ヶ月も置いておかれたらね、もう腐ってカビだらけになっちゃうよ。やばいよ。え、てかさ、リアーナの家ってどこ？どこにできたんかな？これシャンティーよね。で、これアンチョビやろ？で、こっちがモニカやん。リアーナって誰と入れ替わりで入ってきたっけ？え？ここか？ちょっと待って。ここかな。あ、いや違う、ここビアンカや。これか、ジャックの家。え、違うな、どれだ、これか、リアーナの家。ここって誰がおったっけ。あ、アイダホか。アイダホと入れ替わりで入ってきた。あれ、アイダホってここやったっけ。こっちじゃなかった。アイダホとジャックが入れ替わりできたんかな。え、ここど、誰でしたっけ。ハンナちゃんの隣。ごめんね、誰だかわからね、思い出せね。今一回立ち上がったじゃん、なんでやめたの。どっか行くんかなって思ったのに。なんかバレンタイン商品売りよるみたいなよったよね。お、お買い物ですか。エコバッグ持ってる。またあったね。あなたとは気が合うのかな。だってね、お話ししよう。今になって思うんだけど、うち親孝行とかそういうの全然ダメでさ。
あ、なんかそういう感じのキャラっぽいね。若い時なんかは親の言葉をいちいち口うるさく感じちまって、鹿としては返事はってよく怒られてたよ。遅れますながら反省してるんだ。少しくらいは親孝行らしいこともしとかなきゃねってね。だってね。いいやん。何？プレゼントでも買う？入っていくんかと思った。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。あ、もしかしてもうすぐカーニバルある感じ？こういう椅子ってなんか、なんとなく座り心地良さそうな気がするよね。なんか、ぴったりフィットしそう。バレンタインってさ、あれか？これチョコか？はい。え、なくない？バレンタイン商品売り寄るみたいなの寄らんかった？リンゴ。あれか、タヌポートか。あ、大丈夫です。あざーす。ありがとうございました。ました。あんなについてこられたらね、なんか買わずに帰るのめちゃくちゃ申し訳なくなるよね。あ、ちょっとハロウィン仕様から変えよう。あ、節分やん、節分。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ダイソーとかもさ、なんか店に入ってすぐのところに、の鬼のコスプレセットみたいなの置いとる。試着室を使いたいのね。どうぞ。どうもどうも。どうしよっかなー。節分っていつ？ 2 月の3日とか？え、違ったかな？わからん。節分。アイドルっぽいなと思ったらカーニバル。どうしよっかなー。鬼。キュウリパック。いや、まあ、普通に、鬼の服でいきますか。それ普通かどうかはわからんけど。赤鬼かな。鬼、鬼。よし、これで。浮かれてんな。買っちゃう。このまま着ていきます。これって周りの反応変わったりする？あざっす。おおきに、またどうぞ。あれ、節分って豆とか買えんかったっけ？当日？普通なんもなかったよね。ねえ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 。よ、さっきぶりだね、すん。話しに来てよ。博物館にいる魚たちを見てると、いつの間にか疲れが飛んでっちまうんだ。やっぱり水辺の生き物は最高だね。特にアロワの動きを見てると、なかなか目が離せないよ。いつか一緒に泳いでみたいもんだ。すん。ねえ、ちょっと突っ込んでよ。すごい悲しいんですけど。え、今シャンティこの辺おらんかった。え？消えた。どこ行ったの？あ、いたいたいた。ご機嫌いかがあったってば。世間話でも。そういえば北の浜辺に船が止まっているのを見かけたわ。とにかく怪しいわよね、だってば。常吉だな。マジすんげえなんかみんな無反応なの悲しいんやけど。無言。てか鬼のお面とかじゃなくてさ、鬼の角とか欲しいんやけど。持っとったかな、私。待って、どこから行けるんやっけ、爪騎士のところって。あれ、この辺上に上がるとこなかった？どうも。あ、どうもどうもどうも、いらっしゃい。いやー、お客さんまた来てくれたんですね。ささ、どうぞ。ここの東西に珍しい品ばかりですよ。美術品のお買い求めはお一人様一点限りでお願いしますんで、じっくり選んで決めてくださいね。見たことない。いや、あつ森で見たことある。これモナリザ。あ、でも顔が違う気がする。いやいや、お客さん、今日は美術品をお探しですか？なんかすごいキリッとしてる気がする。
その有名な名が私の一押しなんですわ。なんと言ってもオーラが違いますからね。そんだけの名作がいくらやと思います？いやー信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうです？お客さん見して。なんかね、うわ、顔が全然違う。こんなキリッとした顔じゃないもん。でも右側の絵もなんかこんなぐっちゃぐちゃなんか。あ、ちょっと考えますね。左、いや、これも違うと思うよね。知らんけど、多分これじゃない？違うかな。見事な名画。え、どうなのかな。奥の風景がもしかして違う？え、ちょっと買おう。買います、買います。はい。で、ちょっとあの、横のも見たいんです。いや、いいかな。じゃあね。ありがとうでした。ふぅ。これってさ、一回なんか、見破ったというか、そういう名画とかは、もう今後その偽物は現れることはないんかな。じゃないとなんか永遠に同じの買っていきそうな気がする、私。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この船ってこんなに黒い煙出るのが普通？なんか大丈夫なんかな。そういうもん？わからん。